これ時間置いといた画面のスクロールすんねん。すげえな。というわけで今回も始まりました、ドラゴンクエストじゃない、ポケモンとポケットモンスターブラック実況で、トムトムサイズが、お送りします。体当たりもうすぐ PP ないな。よし、あとちょっとレベルアップですね。スタージャ来ましたよ。燃やしちゃいましょう。よし、いいね。ピンチです。あなたはピンチです。おい、どこの四天王やねお前。よし、じゃあお別れを。バイバイ。よし、おめっちゃ上がった。やりました、レベル12に上がりました。疲れた。ほんほんほん、あ、さよなら。え、そっち行くん？え、そっち行くんすか？ちょっとレポート書きますね。よし、よし行くぞ。ここは何タウンなの？もう一回出たり入ったり。山陽シティ、なるほど。お、アイテムがある。スピーダーを見つけた。こっちは、こっちはいけない。おじさんがいる。おお、すごい画面が。こちらす。お、トレーナー、モンスターボールは足りてるか？遠慮しなくていいから、これを持っていきなよ。スーパーボール、やりましたよ。やった、もらっちゃいました。グヘバーさんとの出会いはポケモン勝負がきっかけだった。ほうほうほう、勝負で始まる恋っていうやつですか。なるほどね、おめでとうございます。もうめっちゃいる。旅のトレーナーさん、あなたの家族はきっと今頃あなたの話をしているわね。ああそうですか。俺さ、外国に行ってさ、ポケモン勝負してきたんだぜ。マジかよ。ニックネームをつけると愛着つくよね。つくよね。アイテムくれへんかな。おっちゃんみたいにスーパーボール。よいしょ。いやー、ダメダメ。今実験中なので、マコモ姉ちゃんすっげえ顔して言ってたもん。あの人ですね。進化したりしなかったり、ポケモンって本当に不思議な生き物よね。俺のポケモンだけど戦い終わった後になんと進化して姿形が変わったんだ。すごーい。お、もう何これ、ジムリーダーですか？今いないんですよ。トレーナーズスクールですかね。悪いですけど、挑戦するなら探してきてほしいですよね。トレーナーズスクールはこのジムの隣の隣っす。隣の隣木です。暗いところにもポケモンはいる。そんな時はこのダークボール、お前にも一つ分けてやるよ。お、ありがとうございます。なんか悪いな。よりは洞窟の中でダークボールは効果を発揮する。あと名前がいいよな。ダークだぜ、ダーク。ダークライです。夢の跡地で、鍛えているトレーナーたちもいるわ。よければあなたも行ってみれば何か発見があるかもよ。ちょっとタウンマップ見てみよう。夢の跡地。かっこよすぎるやな、名前。タウンマップ。使う。ほんほんほん。染み込んだ雨水が起き上がり、地下に水溜りを作り出しちゃう。子供のポケモンの遊び場として使われている工場の、あーなるほど、工場跡地か。センスいいな。地下水脈の穴、ちょっと地下水脈の穴の方が気になるからそっち行きましょうか。私もビギナーの頃にトレーナースクール学んだの。へー、ポケモンのタイプ、僕のタイプが同じだった。リュウコが上がってすごいな。ジムリーダーが教えてくれたぜ。なるほどね。
さすがジムリーダーですね。広いっすねこの街。探索してたらなんか時間がなくなりそうで怖いっすね。どうしましょう。探索しましょうか、しませんか。どうしましょう。ドドドドドした方がいいんすかね、こういうのは。皆さん、草タイプのポケモン、草タイプの、ゴミ箱の中は空っぽ。夢を見せるらしい。珍しい野生のポケモンがあるぞ。そのとは3つ並ぶ星のこと。なるほど。喋らして。サヨシティジムリーダー、何度挑戦しても俺の苦手なタイプのポケモン食い出すんだよな。エスパーちゃん、町から出たい。出られない。お、アイテムや。スーパーボールを見つけた。やりました。ネコババア。あとアザマシンはしてる。ポケモン一瞬で技を覚えさせる道具なんだけど、何度でも使えるってすごいよね。へえ。おい、どうした。お主ジムバッジはいつも持ってらないじゃん。その先は実力では、この先一苦労する。悪いことは言わん。この街のジムリーダーに挑み、自分挑め言われましたよね。行かせてくれない。ニビシティパターンですね。これが天下のニビシティパターン。いやー、悩まされた。あれにゃ、いわく、なぜ俺は人影を選んでしまってんだ話っすよ。最近お気に入りのモデルがいるんだ。カミツレさんって言うんだけど、ポケモン強いんだぜ。へえ、そうなんや。ポケモンセンターの2階から世界につながる GTS。 あ、出た GTS。 トレーナーの強さは持っているジムバッジの数でわかる。ほんほん、わかりました。俺待ちます。僕は好きで炎タイプのポケモンばかり育てているのさ。だけど水タイプのポケモンにまるで歯が立たなかった。なるほどな。ギーギー、何これ、ミネズミか。6匹もポケモンを育てるのなかなか大変だから、3匹くらいは読めへん。重点的に強くするトレーナーもいるそうよ。へえ。うわー、なんじゃこのポケモン、わからへん。じゃあ夢の跡地でも行ってみようかな、気になるし。あ、回復しよう。その前にお邪魔しまーす。ポケモン捕まえてるかい。たくさんいた方が勝負にでも負けやすい。じゃあ勝負も負けにくいや、負けやすいじゃあかん。回復しまーす。タンタンタララン。お待ちどおさま、あざーす。もうな、このポケモンセンターの店員さんけなげですよね。無料でね、回復してくれるってね、優しすぎますね。この先夢の跡地、新米トレーナーの遊び場所。おお、すごいすごい。いいですねこの BGM。 トレーナーでしょあなた。やっぱり私たちここで修行してるのね。あなたも一緒にポケモン鍛えましょう。いいよ、お兄さんが鍛えてあげる。2匹か、なかなかな。チョロ猫レベル8、いいね。ビリだよ。よし、ビリ体当たりや。いいね。お、何これ、チョロ猫の鳴きが。え、今の何、え、今の何、分からへん。体当たり。おお、残ってる、強い強い。ここは火の粉でとどめ。よし、94経験値。チョロ猫、体当たり。おお、ビリーなかなかやってくれるな。おーい、もう一回体当たり。いいね、体当たり体当たり。ゴリ押し、スキルゴリ押し、強いな。
よし。よーし、勝った。トレーナーの才能ある。ありがとう。というわけで、今回はいい時間ですので、そろそろ実況プレイを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょめちょめさぎでした。